いじめのトラウマとかフラッシュバックとかいろんなものが影響してずっと尾を引いてこんなに長期間にわたって彼女を苦しめていたんだということがもうつぶさにわかるんです。旭川市で昨日開かれた会見です。教育評論家の小木直樹さんが委員長を務める再調査委員会は市内の公園で自殺した広瀬爽彩さんについて調査結果を公表し、いじめが自殺の主な原因であった可能性が高いと初めて認定しました。運動会で元気によさかいを披露する女の子、当時小学4年生の広瀬さんです。2019年4月に中学校へ入学しましたが、その直後から体の不調を訴え学校に行きたがらないなど様子が変わっていきました。再調査委員会によりますと、広瀬さんは学校内で真似をされて笑われる、阻害されていたなどを含む合わせて7件のいじめを受けたといいます。中には性的ないじめも含まれていました。広瀬さんは別の学校に転校しましたが、家に引きこもるようになります。そして2年後の2021年冬、ねえ決めた、今日死のうと思う。広瀬さんは知人にこう告げて消息を絶ち、翌月公園の雪の中から凍死した状態で見つかりました。広瀬さんの死後、旭川市教育委員会はいじめの疑いがある重大事態として第三者委員会による調査を開始しました。しかし第三者委員会の最終報告書では、上級生らによるいじめが認定されたものの、広瀬さんが公園で自殺した背景にいじめがあったかは明言を避けました。これに対し遺族側は反発。理解に苦しむ内容であるのみならず、無責任とのそしりを免れない。遺族側の訴えを受け、再調査委員会が立ち上がり、昨日市長にいじめと自殺の因果関係を認める調査結果を報告したのです。認定結果が覆った決め手、それは広瀬さんがネット上で発していた SOS でした。いじめを受けてから1年が経ちそうなのに、私は何もできません。何もかもが怖くて怖くてたまりません。転校した後、広瀬さんは SNS 上にいじめの記憶を綴っていました。またインターネットでライブ配信する男性に自ら相談も。デザインとか売る場所もあるの？いじめを受けてたんですけど、そのいじめの内容が結構きつくて、自分の方でなかなか納得がいかないっていうか、処理できないっていう気持ちになってしまってて、失踪直前まで広瀬さんが綴った死ぬ、怖いなどの言葉、こうした SNS の履歴などからより踏み込んだ調査結果が導き出されました。いじめ被害が存在しなければ、当該生徒の自殺は起こらなかったと結論付けています。遺族代理人弁護士は、非常に完成度の高い画期的な調査結果と内容を高く評価しています。広瀬さんの遺体が発見された公園には、今も花を供えに訪れる人が絶えません。大人がですね、子供の気持ちを考えて、決してこう悩みに悩んで命を絶つなんてことがないような、寄り添った対応を考えていくべきだと。いじめと自殺の因果関係は不明とした第三者委員会の結果を覆した今回の再調査、学校の対応についてはいじめへの対処を怠ったと指摘し、再発防止策として早期発見やいじめの認知について提言しました。